はい、皆さんどうも。コンバインを選ぶのにやっぱり最低ラインっていうのがあんのよ。その何が最低ラインかっていうと、やっぱり個別で違うんだね。その人の最低ラインっていう選び方っていうのがさ、ね、自分の田んぼだよね。やっぱりそこを見て最低ラインっていうのがあって、うちではね、やっぱ最低ラインは自動水平だね。久保田でいうモンロー。それが、ないとダメだ。まあ、簡単に言えば超必然だからさ、それを克服っていうかさ、克服はできないよ。はっきり言って、モンローがあるから、必然を普通に枯れっかって言ったら枯れません。なんで欲しいかっていう言えば、必然を枯るんじゃなくて、もし必然で、クローラーとか切れた場合、モンローあると、全然違うのよ。やり方っていうのかな。クローラー交換の。まあ同じだよ。簡単に言うと田んぼにコンパネを引いたりしてさ、それをやるのは同じなんだけど、ただ、モンローがあると、やっぱりいろいろと楽なのよ。うん。ほら、ないやつだとさ、そのままやっぱりね、フレームにこう邪気かけてさ、全部上げなくないっていうことなんだけど、でもキレットあれが、キレット難しいのかな、わかんないけどさ、でも、田んぼじゃなくても、クローラー交換は容易に行う、できんのよ。モンローを上げた状態で、そこに、まあ、馬でも何でもいいさ、そこにかければ、あと、モンローを下げれば、もう浮くからね。クローラーがさ。そういうとこだけが簡単だよね、やっぱね。モンローないと、もう最初からね、ジャッキかけてフレーム上げて、そこに今度馬かけて、交換しなきゃないですよ。モンローあるやつはもう馬さえあれば、大丈夫なのよ。でも田んぼは違うな。田んぼはジャッキ持っていかないとダメだな。うん、だから、やっぱり、自分は、モンロー付きだね。こういう SR35 が、これは、俺はモンロー付いてるな。うん、こういうんだよな。すごいな、この人。115人が登録中だって、ウォッチ。3万2000。みんないくらで買うのかな。まあ、20万円ぐらいのコンバインが俺は欲しいけどね。モンロー、もちろんモンロー付き。で、時間が600時間の30馬力以上。まあ、乗数は関係ねえな。3乗だな。まあ、3乗、4乗。そのぐらい。もう、3乗のね、悪いけど、3乗の25馬力とかさ、ちょっと、宇治の田んぼではちょっとね、ちょっと非力だな。力ないな。うん。まあ、力があればいいっていうわけでもないけど、やっぱでももうね、30馬力乗っちゃうと、もうちょっと下のグレードには下げたくない。下のグレード、うん、そうだな。下のグレードになるね。下げられない。やっぱりみんな多分そうだと思うよ。小さなやつから大きなやつに乗ったら、じゃあまだ最初に使ってた小さなやつを使いかっていうと、もう嫌だなっていう人がほとんどだよ。俺の友達も、うん、言ってた。
もうあれだな、24馬力乗ったらもう20度が乗れないなって言ってた。確かに全然違うんだよ、30の20馬力とかね、今まで乗ってたんだけど、その人はね、全然違うのよ。30の24馬力になれると、もう、形は似てるよ。形似てんだけど、もう中身がね、全く違う。うん。俺もそう思ったね、やっぱね。30の20馬力から、30の30、11馬力が、R1 サンマレッジ。それに乗ったらさ、何もかもが良かった。とにかく早く終わる、稲刈りが。楽だしね、倒伏したってさ、30の20馬力だともういかないよ。もうすぐ詰まったりして。それが、まあ、自分買ったのはデバイダーとかついたけどさ、さささっていくんだもんね。びっくりした、あの感動は。本当に感動したよ。うわ、みんなこうやって、大きなコンバインの人たちは、楽してんのかなって、こう、身に染みて分かったね、あの時ね。まあ、30馬力で大きいわけでもね、ないけど、でもやっぱ、楽だよ。10馬力なんか楽じゃねえよ。ほんと。まあ、ね、贅沢だと言われたら贅沢なのかもしれないけど、でも戻れない。もう戻れない。いろんなこう、だな、やっぱな、最後っていうかさ、俺も、いつまで続けられるか分かんないけど、もう一回コンバイン買うよ。買う。コンバイン買うよ。ラスト火山には、あれだね。ちょっと、いいやつでもねえけど、やっぱり大きいコンバイン欲しいね。こういうんでいいですよ、こういうの。これ、あれついてねえのか。ダメだ、ついてね。基本モンローだから。まあね、長く使おうとは考えてないから。とりあえず、大きいやつに乗りたいっていう。そうすると、やっぱこういう、あれかな、ER4、でもここまでもう買う必要もねえんだよな。今から10年とか20年とかさ、こう、やっていこうかなっていう人であれば、こういうのいいよね、ER。あ、ER っても結構古いからね、もうね。でも、こういうやつはいいよ。カバー欠品とかでかかったけど、カバーなんか頼めるよね。まあ頼めねえのかな。まだ10年は経ってないから、こういう新しい系は、あ、モンローついてる。この SD4、あ、4つのが 4PC モンローが。だよね。4PC つのがあれね。そう。M つのが、モンローの M だから。これはいいな。でもやっぱり40馬力超えると200万とかさ、レベルだね。327とかだったらもういらねえな。やっぱ俺1馬力でね、1以上10馬力以上な、基本としたい。それもある。そうしないとさ、やっぱりドワインだって、いろいろ乗ったけど、ちょっと力不足感じんの。だから、自分がね、この R1301 が、ものすごく気に入ったっていう理由でもあるのよ。地上10馬力。いいよ。いいよ、だって。だから、こういうのでもいいのかな。いいけど、
なんだっけ、この間部品がない、コンピューターがないとかってこうコメントいただいてさ、確かにそういうのも出てきてると思うね。もう SR だって古いし、なんだっけ、ね、R1 のね、センサー類はね、ほとんどないみたいだね。聞く話によると。だから、うちの R1 ももう直せねえのかな。コギと、コギ状態ね、コギ深さがもう全く効かないからね。まあ、それだけでないよ。全部悪いんだよ。全部悪いから、あれは、今年、稲刈りが終わったら、洗って、もしね、使える状態であれば、少しはメンテナンスして、予備機として、家に置いときます。無事に置く場所はいっぱいあるから、ほら。ね、農家は大体あるかな。もうハウスの中に入れてたっていいしね。だから、そういう感じで保存はね、保存っていうのかな。あんまりあずむるしどこに置くのも多分ダメになるかもしれないけど、可能なんで。置きます。あるな、ほら。こういうのいいな。訳ありダメだな。はい、今回はこういうお話でした。どうもご視聴ありがとうございました。